皆さんこんにちは、榊篤でございます。もうすぐ4時ですね、2月24日歴史的な日になりましたね、この日ね。ロシアがウクライナ侵攻でございまして、株価もですね、日本はね結局マイナス478円で終わったんですけども、その後ちょっと状況は悪化しているようでございまして、ニューヨークダウの時間外が今732ドルと734ドルマイナスになってますね。原油は上がり続けて 97.11 で、私の見てるこの WTI で100ドル、もう確実でしょうね。金先物1941ということになっています。ドルウォンもですね頑張ってはいるんですけども、1201.71 というところで頑張ってますね。まあなんとかもうこれ以上のあれをこう防ごうとしてるんでしょうね。あわよくば1200の向こうに戻そうとしてるんでしょうけども、無駄な抵抗のような気しますけどね。今日コスピはねマイナス 70.73 で、2648になりました。これはね基本的に抵抗線が僕は2000やと思ってるんですよね。コスピの場合は2000終わったらちょっと怪しいかなっていう感じになってきますけど、まあまあ今ぐらいはどっともないやんと。でドルウォンもですね、その1201.79で今頑張ってますけども、これも1300なんですね。1300割ったら怪しい、危ないんですけど、まあまだ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 ない、まだまだでしょうという感じですけどね。さてもう時々刻々とですね、そのロシアが本格的にこう入ってきてるということが伝えられてるんですけども、まあこれはこれでね、進行するとして、他にどういう影響があるのかっていうのを見て いかなければいけないと思うんですけど、まあ一番ね、これでヨーロッパでね、影響を受けるのはね、マクロンなんです。フランスの大統領ですね、この4月に大統領選挙があります。で、一応ね、その団子レースになってる中で、ちょっとだけこう頭というか、この辺まで出したのがですね、マクロンなんですけども、このロシアのキエフ侵攻でですね、マクロンの目はですね、消えかかってるなという気がします。というのは、シャトル外交でですね、行ったり来たりしながらですね、なんとかこのロシアの暴挙をとどめようとしていたのがマクロンなんですね。本来なら、これはですね、ドイツのですね、あのおばさんがやる予定やるべきなんでしょうけども、でもそのあのおばさんも引退をしてしまいましたんで、あと残ってるのはマクロンしかいないということになります。なんで、ですね、プーチンに会いに行ってですね、いろいろ7時間も8時間も話をしたというんです。どっちか知りませんけどね、まあまあ7時間話をしたと。7時間もずっとね、酒飲みながらね、バカ話するのはできますよ、7時間でも。それやりますけど、真面目な顔してね、7時間も話をしたっていうのもですね、それをね、やってたんですよ、マクロンさんは。で、フランスとロシアの外相会談もたびたびやってたわけですね。でも、結果としては止められなかったということですね。これが、ドイツのね、もう引退しましたけど、メルケルさんでも止められたかどうかってわからんと思います。プーチンはその気になったらやるんですよ。何があっても。なんで結局は止められなかったんでしょうけども、でもマクロンさんはそれでですね、仮に止められたらですね、これで収まったということになればですね、多分次の大統領選挙での再選はほぼほぼ固まったんでしょうけども、結局トローに終わったということで、なんやマクロンあかんやんと、フランス国内にはそういう空気が流れると思います。そうするとマクロン再選っていうのは怪しくなります。でただね、マクロンがあかんようになったら次はこっちやねんとかいうのがですね、いないんですよ。2人いるんですけどね、ルペンともう一人の極右の党首がいるんですけども、この極右2人がルペン、マクロンのライバルなんですけど、仮にどっちかに統一できればですね、極右政権誕生というのになります。フランスの極右すごいですよ。日本人には理解できないでしょうけども、その、言うてみりゃナチなんですよね。
昔のヒトラーやムッソリーニが言ってたようなことを言うてるんですよ、フランスというのは。イタリアやドイツっていうのは、その、ナチやファシズムの記憶があるんで、そういう極右の人たちっていうのは、そんなに勢力を持てないんですね。イタリアにはありますけどね、極右政党。ドイツにも一応右翼政党あるんですけど、そんな力を持てないんで、もうやっぱりその悲惨な記憶があるんでね、なかなかね、力を持てないですけど、フランスというのは、なんていうか、一応戦勝国に入る。大事にしてくれたいですよね。勝ってへんやん、お前らと思うんですけど。お前ら全然勝ってへん、勝って負けただけやんって思うんですけど、一応戦勝国に入ってんで、どう言いましょうかね。アレルギーが薄いんですね、ナチスに対する。で、彼らはですね、一番の政策は、あれですね、移民政策であって、フランスってのはアフリカにいっぱい植民地を持ってた関係でですね、旧植民地からの移民って大量にいるんですよ。私がパリに行ったのはもう何年前ですか、37、8年前ですけど、その時でもパリ、その37、8年前のパリでもですね、どう言いましょうかね、アフリカからいらっしゃったんですねっていう方々が溢れてました。今はもっとそうらしいですね。パリもロンドンも、そういうアフリカから来てるような人がいっぱいいるという街になります。で、極右政党は何言うんだよ、そいつらは排除せえと。あんなんはフランス人ちゃうという、そういう人たちなんですね。ちょっとレイシズムの色もかなり濃いあれであって。で、その、ポピュリストであるね、トランプやジョンソンさんともちょっと違うんでして、まあまあ、一番イメージが近いのはナチなんだわけですね。でもしかしたらね、もしかしたら、その極右系の人が大統領になるかもわからんですね。そうすると、変な話、その、どう言いましょうかね、フランスもね、EU 離脱とかで言い出すかもわからんわけですよ。いや、それはわかりませんよ。わからんけども、そういうね、こう、極右な政策をしようと思えば、EU 全体の、こう、あれから外れるわけなんですね。で、フランスでね、もうすぐね、プライドの高い国なんですよ。ものすごいプライドの高い、ちょっと、いけすかん連中なんですね、私から言うと。大体パリの街で英語通じるもんね、嫌いや、そんな。私がちょっとでも喋れるヨーロッパ語は英語なわけですから、英語でこう、なんか用事をしようと思うと、なかなかその難しいわけですよ。ああ、めんどくさって。フランス人なんで英語喋るんですよ、みんな。で、インテリは。でも、なかなか知らん顔するんで、嫌や、そんな。まあ、それはいいんですけど、彼らがものすごいこう、フランスはフランスでヨーロッパの中心、ローマのね、ローマ文明の、文明と言い方だけど、まあ、ローマの後継者の地位をですね、フランスやというふうにフランス人は思ってるわけですね。で、ヨーロッパ人にとってローマというのは特別な感覚なわけです。これはちょっと日本人には理解できないかもわかりませんけども、ヨーロッパってイコールローマなんですよ。彼らのね。で、そのローマを継承してるのがフランスなんやと、フランス人は思ってるわけですよ。まあ、イタリア人は俺らやと思ってるんですけど、まあ、その辺はね、置いといて。とすると、フランスという国がですね、EU の中で浮いてしまう可能性があるわけですね。で、EU の結束が乱れる可能性もあるわけです。EU っていうのは、まあ、ものすごくですね、簡単に言ってみれば、ヨーロッパ一つという、こう、彼らの幻想のもとに成立してる概念であって。これも日本人には理解しがたいんですけど、ヨーロッパはヨーロッパなんだと、で、文明の発祥なんだぐらい思ってるわけですね。で、その中心をですね、フランスとドイツがこう競ってるんですけど、ドイツというのはもともとゲルマンですから、ローマと対立した野蛮人の国だというふうにローマ系の人たちは思ってるわけですね。で、ローマ系の人たちって一番はイタリアなんですけど、もうイタリアはこうあの通りでございますんで、フランス人たちは自分たちが後継者だと、ローマの後継は自分たちだなと、だんだん野蛮なドイツ人とは違うんやと思ってるわけですね。で、そのフランスが、そういう考えをさらに先鋭化させた極右の政権が誕生すると、EU はね、ものすごく怪しくなります。もうすでにそのメルケルもいない、マクロンもいないという中に、フランスにですね、極右政権が誕生したらですね、ちょっとですね、やりにくくっていうか、ヨーロッパ、EU のまとまり自体がもう、こう、ガタガタガタとなってきますね。もうすでにイギリスいませんからね。
なんでちょっと不安要素が増すなという気がいたします。まあもちろんそのね、目先ウクライナがどうなるかって気になるんですけど、マクロン落ちるんかというのがですね、ちょっとまだこれ嫌やなと、ヨーロッパがギスギスするなという気がいたします。特に貼るページございませんので、それぞれ皆さんニュースをチェックしていただければと思います。はい、どうもありがとうございました。